縄県の辺野古に来ました。辺野古はね、建設中っていうことなんですけど、泊まり込みで抗議する人もたくさんいるみたいで、まあ今日は集まってきてないかな。テントの割には人数少ないんですけど、どっか行ってるのかな。この辺見ていきたいと思います。はい、多分ここにいっぱいいるんですね。おる気は泊まり込み抗議、もう1700日。辺野古の座り込みベンチめっちゃいっぱいあって、もう何百人で座れるんですけど、その人たちのためにこう何もないただの道なんで、手洗いとかコンビニに送迎するサービスがあるらしいです。そういう車が、ただもう目の前に座って抗議してる民間警備の人らしい。あの警備の人も大変やな、あのずっと無表情で。まあ、勉強不足なんで、賛成も反対も正直ね、分からないって言ったら恥ずかしいですけど、安易な気持ちで賛成とか反対とか逆にできないですね。今回は、まあ、気にはなってるんで来ました。辺野古が今どうなってるのか、どういう状況なのか、まあ、ありのままの、まあ、こんな感じですよっていうのを伝えるためだけの動画です。帰り道なんですけど、辺野古からの埋め立てのアスファルトとか土砂をトラックが持ってきてるんですけど、それを座り込みの人たちが地内にね入れないようにってことで阻止してるんですけど、ここ一車線で道が、それを阻止しちゃうと一般車両も全員動けなくなるっていう。これどうなんやろ、マジ早く帰りたいんだよね。さすがに5分10分で動かへんかな、みんなこれ大渋滞。 U ターンもできないし、ここ曲がる道もないし、一車線でずっと一本道。ちょっとずつ進み出しました。よくあることだけど毎日ではないみたい で長くても30分ぐらいで解消されるそうです。機動隊とかね、あの人たちの横に追いやって、でそれであそこのゲート開いて基地の中へ動き出したって感じですね。であの人たちどこ行ったんやろね。ほんならだからそれがちょうどあの座り込みしてた人たちをどけられるシーンなんやろな。だからそこがそのシーンもないし、逆に渋滞に詰まっただけみたいな。まあでもこれはこれであれか、リアルの現地の人の生活やな。こうやってたまに渋滞になると、そのせいでどうなったんやろな。あの人たちどけられたんだみたいな。あそこどけられてるね、座り込みね。沖縄県瀬長島からチャンネル登録よろしく、うん、SNS も Twitter とかね、フォローよろしく。着陸失敗や、やり直しや着陸。もう一回浮いたの。